はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の死守シリーズ第43弾やっていきましょう。で、問題10もありますので、まず一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、全部解説やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 ではいつも通り画面下げますのでお待ちくださいちょっと画面動きますよいしょはもう全然違うのほっこの辺かなもうちょっと戻るかよしじゃあ行きましょう個人的にはちょっと今回は難しい目かもしれないまあ、やったみんなの体感はわからないけどね後半の9番10番は少しつまずく子もつまずく子もいたかもしれないんですがまず1番から行きましょう まあ、この辺は計算なのでねサクサクいきます。マイナス6プラス9。まあプラス9の方が大きいので答えは3でございます。で次ですね。まあこれ来た時にあ x つかないんだっていう。まあマイナス 15x とかできそうな感じもしますけどまあそんなことは気にせずここを約分して2と、えー、マイナス3。であとはできないので答えも分数ですね。マイナスとプラスの掛け算なので答えはマイナス。そして。 下は2が残ってる、上は3かける3なので9が残るのでマイナス2分の9とこうなります。で次はルートです。ルートを見た時には、えー、ほにゃららルートほにゃらら、つまりルートの中から数が出てこれないかなというふうに考えるんですけどこっちですね75。まあ75そろそろねああれかと思っていただけると嬉しいんですが75っていうのは25かける3なんです。 で、25っていうのは5の2乗。5る5ね。だから、外に5が出てきます。7、七 7, 7、なので、ルート √75 っていうのは 5√3 です。直すと。で、5√3、マイナス 4√3 なので、外のね、5√4 すると1が残るから、√3。間違っても 1√3 って書かないようにね、バスくらっちゃうからね。 で、この4番の問題見たときに、あやっぱりここマイナスなんすねって思った方は、結構この、まあ、シッシュシリーズでもそうだし、基礎問題の反復練習頑張ってる子かもしれないです。ここがね、あ、マイナスやっぱそうですよねって、ま、あそうなるわけよ。引っ掛けようとしてくるからね。まあ、まずひとまずは分数なので通分をします。分母が2と3だから6に通分していきましょう。 こっちは6分の3をかけるので x と y にそれぞれ3をかけて 3x+3y とこうなります。で一回こうか書きますね。マイナスこっちも6に通分すると 4x マイナス 2y。全部に2をかけるからね。<laughs> こうなります。で何を引っ掛けるかっていうとこの後、まあと答えも6分の2。 なるわけですが、上のの分子の数,数ねこれを計算していくとで、このマイナスの使い方がちょっと厄介でこいつはここだけじゃなくてこうです計算するときは分子右側の分子にカッコをつけてマイナスですだからマイナスを分配法則で配るから書き直そうかここここの部分はちょっと気になるくなちょっちゃったマイナス 4x プラスになりますここをつなげた時ね、まあ、こういう感じになるとここが注意、まあ、ものすごくよく出てくる引っ掛けパターンです逆にここがプラスだとああプラスでいいんすかってなるぐらいよくマイナスで出てくるであとは x 同士計算するとマイナス xy 同士計算するとプラス 5y となってこれで終了ですいいかなよく出てくるんで気をつけてください で次因数分解です。まあ因数分解ねまずこっからいきましょう。後ろかけてプラス56になるコンビを探しますでまあいろいろありますけどちょっとあんま時間取りたくないのでここに関してはそうですね間違ってましたね。<laughs> あれできねえと思ってちょっとこれだけなんでここはあの許してマイナスだったわ。56は 8×7 ですね基本的にね。まあほかに 28×2 とかもありますけど。で どっちかにマイナスをつけけななきゃいけないマイナス56だからは、まあ、マイナス8る7か、えー、8るマイナス7もあるわけですけどでそのコンビの中で足してプラス1にいいね足してマイナス1になるコンビはどれかなって考えた時にこっちですよねマイナス8と7は足してマイナス1になります下,下選んじゃうと足してプラス1になっちゃうんでね じゃあその数字のコンビ見つかったのでそれを使って x-8 そしてこっちは x プラスと今見つけた数字のコンビをこことここに入れれば因数分解が完了となります。さあ素数です6番ね素数で素数ね今回10個並べましたで地味な気をつけるとこといえば今回10以下って言ってるのね次の問題にも出てくるんだけど。 この以下っていう日本語はこの10入るからね。だから10まできちんと考えてねっていう問題なんですよ。で、まあ一番今回で見やす、あとミスしやすいとしたらこいつですね。1。まあこれ覚えてください。1は素数入りません。まず仲間外れにしてください。1に関しては。で、素数って何かっていうと、まあ厳密な言葉を出してもいいんですが、考え方としては、例えばもうこいつとかダメなの。4とか6とか8もダメね。 他もダメなのまだいるんですけど、何がダメかっていうと、自分以外の数で割り切られちゃうとダメです。例えば4っていうのは、2で割った時に割り切れますよね。割り切れる。他のやつで割り切られちゃう。6とかもさ、2もそうだし、3でも割り切れるでしょ。だからダメ。でも、2とか3って素数に入るんですけど、こいつらは自分の2と、あとまあ1でも割れるね。1と2以外。 つまり自分の数と1以外で割り切れるやつがいないんだよね。そういうの素数って言います。まあ、考え方としてはざっくり言うとね。で言うと、まず、あの、もしね、めちゃくちゃ多い数の中、じゃあ、えっ、ー、と、100から120の中で素数選びなさい。か全部書きなさいみたいな問題出て,出てきた時に、まず外していいのは偶数です。偶数。まあ2はね、入っちゃうんだけど、それ以外4、6、8、だから10も切れる。 なぜかって、こいつら絶対に2で割れるからいい。素数探しの時は偶数切ってください。2は入れてね。で、あとはまあ探していくんですけど、まあ5は大丈夫ですね。7も大丈夫。でもこいつはダメです。なぜかっていうと3で割れるからね。9は。だから残った2、3、5、7これが今回答えに書く素数となります。 さあここからあと3問嘘でした <laughs> 右にあったごめんさあいきましょう反比例ですねでえー、っとまあグラフが書いてありますと反比例で反比例の式がまず大事で反比例は y イコール x 分の a ですこれ絶対に覚えます比例は y x 分の a そしてちょっとプラスで覚えられるんだったら反比例の時によく使う技ね A イコール x y まあその上の式にさ両辺に x かければこれ導けるんですけど、まあ、これも覚えておくと楽です。結局その反比例も比例もそうだし今1時間数とかもそうですけど a の部分が欲しいんですよここに数字が欲しいのねで今グラフを見ると2の4を通ってるとだから x に 2y に4を代入すればいい。x に 2y に4ね。 で上の式でここに2と4を入れてもいいです解けますから解けるんですけどこれを覚えておくと下のね a イコール2かける4ですもはやもう筆算の筆算じゃない書かなくてもいいですね8だから a が8ってわかるので答えの欄には y イコール x 分の8とこれを書いてくださいこれで終了 A を求めたいからね。A を求めたいときに簡単に求められます。A イコ XY を使うと。だからよ,くまあ、よかったらね、覚えておきましょう。さあ、8番ですね。まあ、ちょっと省略系で書きましたけど、まあ、やってることとしては、A 円のものを6本買いました。まあ、鉛筆買ってるんですけど、と、B 円の本をですね、ノ、えートが、no、5冊買いましたと。そしたら、代金の合計が1000円以下になるっていう問題。これを数量関係で表しなさいと。で、 えと、これ、はレベルがちょっと高めなんですよね。以下を使ってるから。もうちょっと簡単な、まあ、受験とかでも出てくる簡単な問題で言うと、これを買ったら、1000円になりましたっていう。もしよかったらさ、まあ、もし、あの、時間があったらでいいんだけど、こう一回動画止めて、これを買ったら1000円になりましたっていう数量関係ちょっと書いてみてみんな。いいま、呪文を書くからさ。で、まず、A 円を6本、ここね、を買ったら、6A だよね。 6A 円のものを6個買ったら 6A。で、B 円のものを5個買ったら 5B です。で、それを両方買ってるから代金足しますよね。まあ、これ多分ね、すんなりいけると思います、ここは。で、さっき言った買ったものが1000円になりましただったら、イコール1000でいいわけよ。これがそうなる。<え>買ったら1000円になりましただったら、これ書いて丸になるんですよ。でも今回そうじゃなくて、ポイントはここです。 こいつね上と同じ以下です以下で以下っていうのが出てきた時によいしょ不等号を使っていくんですよよく出てくるのがこれこれあとはそれにイコールがついたこれですねこれ不等号使っていきますでも比べるものはこれと1000は変わんないですあとはここのマークだけ変わるだけで自分がよくやりやるやり方としては買ったものと1000円はどっ どっちが安いって考えます。まあ、どっちが高いでもいいけど、みんなイメージして買い物しに行って、いいか、物買いました。1000円以下だったんです。買ったものが1000円以下だったんです。どっちが安いってなったら、こっちが安いでしょ。1000円より以下下だったって言ってるんだから、こっちが安いので、口を開く向きはこっちなんです。絶対。こっちのが安いんだから。で、あとは、イコールが入るの入らないのっていう。 結論から言うと入ります今回これが答えですさあそこをどう見比べるかっていうともうこれ日本語で覚えちゃいましょう日本語の「い」っていう漢字こいつがいたらイコールが入りますつまり「いか」もう一個は「以上」ですね「以下か「以上」っていう日本語を使われていたらこのイコールが入るバージョン1,000円より安いとか。 高いとか未満っていう言葉だったらイコールは入りません。いいかな？イコール入る入らないはこの漢字日本語でチェックします。で、どっちが口が開くのっていうのはその買ったものとお金どっちが安かったの？下なの？っていうのを比べれば口が開く方法方向だね。わ、まあ、かると思いますので、こんな感じでやってみてください。で、次とりあえずですね。ちょっととりあえず書いてないんですけど、えー、あの図？とりあえず。 立面といって横から見たのがまあ三角形でした真横から見たら三角形平面図真上から見たら真ん丸円ですねさあその立体は何かっていうとこいつです円錐です円錐ねでこれもえっ、ーえー、と結論としては表面積求めるんですけど体積だったら楽なんだよね体積は楽この問題はだから読んだ時は体積低いかなと思ったんだけどまあ表面積かいっつってねちょっとレベルが高くなりますで えと情,情報だね。としてはここ 3cm です。あのなんだっけ投影図から分からる情報、ね、でここが 4cm。でまず知っておかなきゃいけないのは円錐の、まあ、表面積考えるときに展開図開いたもの、ね、を考えるんですけど開いたものって扇形に円がくっついてるこれが展開図です。 下の円はいいね。円はここにあって、横の、まあ、コーンのこの部分、横のね、側面積って開くとこうやって覆い型になるわけです。つまり、ここの面積と覆い型の面積をそれぞれ求めて足せばいいんです。表面積だからね。で、ちゃんとやろうとしたら、まあ、下はいいわ。ここさ、円は半径3って分かってるでしょ円の面積は半径×半径かける ×π なので、ここは 9π ってすぐ分かります。半径×半径かける ×π だからね。 で、扇形の面積をちゃんと求めようと思ったら、中心角が必要になります。中心角が必要になる。で、これに関しては、一応動画今回リンク貼っておきます。右上のビックリマークか下の概要欄から見てください。ちゃんとしたやつは。でも、今回はサボります。サボる。え、受験の時に、円錐。ちょ書いておこう。これも大事。円錐の、えー、っと、ん <laughs> 感じちゃうよ。これ錯覚の差だ。 ごめん円錐の表面積って出されたら技を使ってください何の技かっていうとこっち色をかぶしちゃった扇形の方の面積はここの半径ですここえー、と今3ですよね半径かけるこの母線って言うんだけどここの長さかける π で求められます 下の底面積底面の円の半径かける母線かける π で求められるんです円錐は使った方が早い絶対にただし今分かってないこの母線ってどこかっていうとここですここさあどう出すっていうともし今投稿してるのが11月末なのでまだ勉強してない方もいるかもしれないですねこの出し方っていうのはここ直角三角形になっているので三平方の定理を使っていきます え、斜辺、求めたい母線のところ X にしましょう。これ、あ、これも、あの、貼っておくね。右上か下にね。見てください。三辺方よく出てくるから。まだ習ってないからいいやじゃなくて、受験の時よく出てくるから。いろんな問題ね。先に勉強しとくと楽です。受験勉強しやすくなるからね。斜めの斜辺の部分2乗します。2乗。イコール、残ってる4センチと3センチそれぞれ2乗する。3の2乗と4の2乗を足すんです。そうすると、X2 乗イコール25。 まだ入るあ入るるねえー、っと2乗取りたいので取る代わりに一応プラスマイナスルートがつきますプラスマイナスルート25ルート25は5ですねだから x はプラス5とマイナス5なんですけど長さにマイナスはないのでここは5となります。でめちゃくちゃ余談になりますけど、えー、直角三角形345のコンビはもうこれ決まってるので34来た時は5だな斜辺はって覚えちゃってもいいですよく出てくるから345ね。 で、話戻すと、母線5って分かったから、ここがね。だから5です。つまり、ここの扇形の面積は 15π なんです。いいで、そうすると、扇形 15π。こっちの底面積 9π。表面積は全部足したものなので、この両方を足して、24π 平方センチメートル。これが答えになります。 あの自分もよくと今回これやった後にこの公式合ってたっけちょっと不安になったんでちゃんと解きましたけどあの中心角出してねやったけどやっぱり圧倒的に時間的に早いのでね円錐の表面積出てきた時は是非この技を使いましょう。でラストですね ABCD まあ、図形が今4つ書いてないんですけどそれのえが ABCD が同じ円周上にあるものつまり 円の上に円の上に4つの点がちゃんと乗ってるものはどれってやってる。でこれの考え方はもう円周角の定理です。円周角の定理。でちょっと結論から言っちゃうとですね、あは入ります。あは、えっと円周、答えとして入るんです。でどう考えるかっていうと、やっぱよく使う技として、このね、スタート地点、2点決めます。2点、スタート地点を決めるんです。そっから ピーって引いたここを円周角って言うんですよね。でもう一本ピーって引きましたこれももちろん円周角です。さあ今引いたこの2本あと角度できましたねこことこここれは同じになります。これが円周角の定理です。でなんでこの説明してるかっていうとこれをうまく使っていくとこうなってるだから円周がこういう状況でここの角度が一緒になれば こここの ABCD は同じ円周上にあるるとが分かるんですでそれをうまく使っていくといや黒で書いていくね「あ」がさちょっとざっくり書くわここがまあ90度になってんすよねでこう90度、まあ、この状況しかないわけですよで考え方はどっか2箇所をスタート地点にするんですで今回だったらここです こことここをスタート地点にするとここ円周角って考えれば、まあ、円に乗ってる前提ね円周は90度ここも90度っていうことはちょっと円角の難しいけどこうなってるわけよ。2個のスタート地点で円周角なってるから「あは」は、えっと、4, 4つの点が円周上にありますよって。 でそういった感じで、尖ってる2箇所、スタート地点を2個決めて、尖ってる2箇所の角度をチェックしていけばいい。いいで、例えば、イをやっていくと、イがさ、ここに25度があるんだよね。ちょっと画像出せそうだと出しとくわ。自分ちょっとかぶってるかもしんないけど。で、右側にさ、こうやって、こう角度分かってないんだわ。で、そこを出しに行くの。 で出し方としては、ここ100度って言ってて、ここ45度って言ってるんだよね。この三角形で考えたらさ、100と45で145使ってる。三角形の中は全部で180度だから。180から145引くと、35度なんだよね。一致してないの。この尖ってる。スタート地点をこの2箇所って考えた時の、尖ってる、尖ってるが一致してない。だから、同一円周上。同じ円の上にはいませんよってなる。で、うも同じです。まあ、頂上型。 神々蝶々がたになってるわけけですけどこうなってる時。で、尖ってるのは、ここで考えてもいいし、ここで考えてもいいです。どっちでもいい。まあ、どっちか出しに行こうとした時に、じゃあここいいか。ここ70出てるから、じゃあここ考えに行こうか。今、ここが100度なのね。ってことは、お隣さんのここは80度です。100のお隣さんだからね。で、ここが、 20度って書いてあるから80と20使ってるから100度使ってる180から引くと80度尖ってる2箇所が一致しないんだよねだからダメだとで絵に関してはちょっと全部ちゃんと書かないですけどこんな感じここが55ってなってるっていうことはあとはここが欲しいよね尖ってるこの下,下をさスタート地点って考えた時にじゃあ左側を考えていくと ここが45。これ入ってんのかあ、入ってんね。で、ここはちょっと分割しちゃってるんだけど、20と60って書いてあるから全部で80度でしょ。じゃあ80と45足すと125、180から引けば55と。おやおや、尖ってるとこ一致してるじゃねえか。ってことは、これは同一演習場にちゃんとある。つまり、答えとしては、あと、絵が、 10番のの答えとなります、まあ、この、ね、10番に関してはちょっと死守に入れるか迷いました正直迷ったんですけど、まあ、とある都道府県の問題でね最初の「も1」に入っていたので入れました。えって思った方もいるかもしれないんですがこのタイプの円周角使う問題よく出てくるので是非ねあ面倒くせえなって思った方もここで、えー、と知識をつけて他の問題でもね是非解けるようになってくれたら嬉しいです。 では、今回はね、高校受験対策の四繍シリーズの第43弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。